まずは注目のコース取りから始まります。5号艇吉川義次、6号艇森田俊介、一つでも内へ入りたいところですが、内枠3艇1番2番3番それぞれ枠主張、1、2、3、5、6、そして4となりそう。4番青木が大外6コースの模様です。ボートレース琵琶湖の少しいつもよりも遅いゴールデンウィークシリーズ、滋賀県中杯争奪第19回ビナちゃんカップ最終日のいよいよジュニエス頂上決戦優勝戦を迎えます。昨日5日目は1号艇の勝利が10回、そのうち逃げ9回で準優門に2つは逃げて決まりました。今日はここまで1号艇は3勝のみ、波乱の展開がついています。ただ一人の衛星人1号艇吉田俊彦兵庫がその1号艇インに入りました。2コース2号艇滋賀川北博隆、3コース3号艇滋賀馬場吉也、4コース5号艇滋賀吉川義次、5コース6号艇滋賀森田俊介、ここまでスロー5艇、短期ダッシュ4号艇滋賀青木源太、大外と6コースです。5対1です。さあインから1番吉高、あるいは残る5人の地元勢意地を見せるか、注目の結びの大一番です。まず4番青木から進入を開始、進入コースインコースから1番2番3番5番6番ダッシュ4番、第ジュニエース優勝戦スタートしました。まずインから1番の吉田もいいスタート、外の船もコースタート伸びを見せますが、押し切るか1番吉田、吉田が押し切っていく、まくり出してくるのが3番の馬場吉也、好調馬場がここで1番の吉田のすぐ斜め後方につける、判定信号動作が1番3番競り合っておりますが、前出たのが1番吉田、吉田が先頭ぴったり2番手追走、3番の馬場、サマートソニーも4番5番4番青木5番の吉川義次、スタートは正常です。ここは1番の吉田が先頭で第2ターンマーク折り返す、指してくるのが4番3番ですが、ここで先頭単独先頭1番吉田、吉田が追撃を振り切りまして先頭で2周回目に入ります。後ろは4番沖3番の馬場が激しく競り合って2番手争いです。後続6番2番5番6番森田も現在は4番手あたりです。2周の1枚からバックへ、2番手争いの接戦の間に独走態勢を築く1番吉田俊彦、そして3番の馬場が現在単独2番手、4番青木が3番手、6番の森田は4番手、後続2番川北、最後に5番の吉川義次です。1番吉田俊彦単独先頭でこのまま先頭キープゴールまで、さあ残りあとまもなく1周となります。2番手が3番の馬場、そして4番の青木が3番手、6番の森田は今4番手から追走中です。確定がまずはいいスタート、インから1番吉田が0対の中盤のスタート、その吉田が3番の馬場の追撃を振り切りまして独走態勢を築いて1番3番4番6番森田、どこまで4番の青木に迫れるか、残りあと半周から最終第2ターンマーク、ここで吉田俊彦は今年4位出 V2 通算52回目の優勝となります。1番の吉田から3番馬場、そして3番手は4番青木キープで帰ってまいりまして、まもなくゴールを迎えます。まず先頭1号艇吉田俊彦が五輪優勝です。2番手3番の馬場、3番手4番青木、残るは6番森田、2番川北、最後に5番の吉川がゴールいたしました。以上熱戦の第12レース優勝戦でした。それではこの後確定放送ウィニング